それでは、本日の、ね、後半のプログラムに移らさせていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。じゃあ、後半の方に移りたいと思います。今からおよそ40分ぐらい。はい。はい、よろしくお願いいたします。質問をいただきました。質問とですね、感想でですね、分かれております。それと、今日は森村さんということで、必ずしもサポーターの方ばっかりではないので、はい、まあ、サポーターの方からの質問もありますが、それ以外のちょっとご質問も結構多いということでですね、はい、実は事前に打ち合わせの時にこういう流れでいきましょうかってやったんですけど、どうもそういうふうにはならないって。あ、そうですか。すみません。そうならないというのを前提にですね。あ、そうですか。はい。で、ちょっと私の方でいくつか出していただいてですね、まあ、ちょっとお答えがちょっと、受けやすいかなというのをちょっと先に話を伺いたいなと。これは非常に簡略な質問なんですけど、森村さんご自身が今回出品される可能性はあるかと思います。これ、どちらでも、いや、ないです。本当ですか。はい、やっぱり、もちろん野球なんかで監督兼キャッチャーみたいな人とかバッターみたいな人もいるんですが、僕はね、やはり今回はアーティスティックディレクターという、はい、役割を先生に変更するということで、それともう一つはね、なんでないですというの、まあ、それは僕が一人入ると誰か一人あふれるみたいなこともありますが、もう一つはね、今私が作品作りをしている作家なんですけど、その自分が作っているっていうテーマはもちろんあるんですが、それ以外に興味があったり、すごくやりたいテーマとかがあるんですよ。で、だけどそれって自分の追いかけてるテーマとはまた違うこのものなので、そういったものは今までやってこれなかったものが自分の、まあ、ある種の宿題みたいなもの、はい、でそれは自分の作品という形じゃなくて、さまざまな作家の、私の興味のある作家たちのことを使いながら、まあ、託していきたい、託して、はい、それを実現させたいという思いがありますので、ね、はい、まあ、ここは私は自分の作品を、はい、自分のなんていうのかな、展覧会などでやっていくっていうつもりで、はい、ですから今回の出品しないので、私は一度も横浜トリエンナーレで出品したことのない作家です。あ、そういえばそうですね。思い出しました。そうでした。はい、じゃあ今回これ珍しく具体的な答えだったと思います。じゃあ次のご質問もちょっとですね、これもまあ比較的お答えていただきやすいかと思うんですが、ジャンルの話ですね。今回その2014では他のジャンル、例えば音楽であるとか演劇であるとか、そういうものを含む可能性ってありますか。あ、はい、ですね、私は思うんですけど、まずこれはまず大前提は、美術展だと。美術の展覧会、美術というものに軸足を置いた催しだっていう位置づけというものはしっかりとやっぱりこれ押さえておかないと何でもありになってしまう。単になんかこういろんなものがあればお祭りとしていいなっていうことになるので、美術ということに軸足を置きたいと思ってはいます、はい、でちょっとこういうふうに考えてるんですよ。そしてですね、何をするかというと、まあ、これも抽象的な話だけど、何か
非常に美しい構造物、美しい展示、展覧会にこう、会場に入るとこうなってこうなって、お、まあ、理想ですよ来て、わ、そしてこう来て、あ、来てこう来るんかって、こういうふうなですね、ある種のこの、なんていうのかな、展覧会の流れといったものが非常に美しい、いわゆる、まあ、なんていうのかな、構造美、構造美のある展覧会ですね、催し、これをやりたい。で、そうするとこういうふうにして、まあ、ものすごく美しい、ピシッとしたものができます。でもこれだけだと、単に美しくていいんですけど、ちょっと退屈なんですよ。それで、まずさ、これは精神の問題ですよ。本当に具体的にそうするというより、作り方の精神としてですけど、非常に美しいものをまず作る。作っておいて、こんなところにね、バーンってなんか、なんかあったら、ちょっとこう、ハンマーで、なんか、壊してみたり、こうでもギザギザって、こういうふうに、壁を引っかいてみたり、実際するんじゃないですよ。わかりですよね。こんなふうにして、ちょっとここのところに雑音を入れてみたりとか。非常に最初からいろんな雑音があるのではなくて、美術の、催しとして非常に美しい構造を作っておきながら、そこにあえて壊していく。で、壊していくことによって、その壊した穴から何か別の世界が見えていくっていうような、こういうあり方してるんですよ。その時に当然のことながら、そこには演劇的な要素とか、まあ、今考えているのと文学の要素とか音楽の要素とか、もちろんパフォーマンスは美術だと思いますけど、そういうさまざまな要素が見えてくる。で、これらがごちゃごちゃになってんじゃなくて、構造美があるってこと、これ重要なんですよ。何か一つも一本通ったものがあるんだけど、そこにそういったものがこう組み込まれてきて全体像を成すという、このあり方がいいかなって思ってます。はい、まあ、美術がそのいわゆる構造に当たると、そして一本芯を通しておいて、それから、まあ森村さんだったらそうかなと思っていうことをしておりました。ですね、次がですね、これはターゲットの話がちょっとあるんですけれど、岡本トリエンナーレの2014は、まあこれ、まあ、どういうオーディエンスをターゲットとするんでしょうか。日本人がメインなのか、それとも海外に考えてますかみたいな質問ですね。これは大変大事なことですよね。で、全部全部で、まず大前提としてはこの構造美にも通じますが、本格的な展覧会をしたんです。展覧会として本格派である、これは大変大事だと思うんですね。最近展覧会ってかなりポピュリズムに陥ってる気がする。まあ、たくさんの人寄せないといけないということもあるから。でも本当はやっぱり本格的なものを やるべきではないかと思うんですけれど、だけどたくさんの人にやっぱり来てほしい。で、たくさんというのには、もちろんここにも質問ご